皆さんこんにちは。商店様に使える商夫商パパです。今日もよろしくお願いします。今日はご利益を受け取る準備というお話をしたいと思います。何事に対しても同じですが、何かを受け取るときにはそれなりの準備というものが必要です。例えば宝くじ高額当選したならば、受け取る口座の準備が必要ですし、現金で受け取るにしても財布、バッグ、それなりの準備が必要です。まさか札束を裸で持って帰るわけにはいきませんよね。商店様から授かるご利益に関しても、これ受け取る準備というものが必要です。稀に何もしなくても願いが叶う、叶えてくださるということもございますが、おおむね本人努力は言うまでもなく、正しい本人努力をして願いは叶うものです。しかし多くの方は何をして良いのか、そこがわからないという方もたくさんいらっしゃいます。そこで商店様はそういった本人努力に対してもご利益を授けてくださるのです。ただその受け取る準備をしていない人間はそのご利益を受け取ることができません。ですからどのような努力をして良いのか全くわからず、願い叶わずという結果に陥ってしまうわけです。一方でご利益を授かる準備ができている人は、商店様に導きのご利益を授かり、その正しい努力をすることで願いは叶うのです。ではどのような準備をすればよいのか。一番大切なのは意識です。商店様はいつどのタイミングでそのご利益を授けてくださるかわかりません。ですから我々人間は24時間起きている時も眠っている時もそのご利益を受け取る意識でいなければなりません。夢の中で授かることがあれば、目覚めの時に授かることもあります。お手洗いで授かることがあれば、お風呂場で授かることもあります。食事中、お仕事中、いつどこで商店様からご利益を授かるかわかりません。そこで私たち商夫婦がおすすめしているのはメモです。もちろんこれは紙と鉛筆じゃなくてもスマホでも構いません。人間というのはすぐに忘れてしまいます。何かご利益を導きを授かっても次の瞬間忘れてしまう。これが人間です。ですからいつ何時商店様からご利益を授かっても忘れる前にその場でメモを取る、この習慣が肝心と言えます。良いでしょうか。このタイミングを逃してはダメです。何かを願い、本人努力を惜しまない、願いが叶わぬのならまだ努力が足りない、そう建設的に理解して、何ができるのか、まだ何ができていないのか、何をするべきなのか、これを常に考える必要がございます。すると商店様が何をすべきか行く道を示してくださいます。そのご利益を受け取る準備、常に意識しておくことです。そして感じたら忘れる前にその場でメモを取る。どうかこの習慣を身につけてください。さすればあなたの願いは叶います。今日も最後までありがとうございました。何かご相談ございましたら気軽に無料相談ご利用ください。商店様から導きを得たい、また商店様に願いを届けたい、そんな方はご祈祷など各種サービスご利用ください。皆様の願いが叶いますこと祈念しております。また次回もよろしくお願いいたします。合唱。